はい、仙人です。前回ね、グラスの水が飛び散る写真を、撮ったんですが、暗くてよく分かんなかったよという声が多かったんで、今回撮り直してみました。今度はよく分かると思いますけど、ご覧ください。どうぞ。このストロボにね、筒をつけました。またスポットコーンにします。こいつを作ってスポットコーンにします。これグラスです。こういうふうなやつですね。板の上に乗せてガムテープでくくりつけておきます。位置をこういうふうに机の上に貼って、これは何のために、こういうふう印をつけるかというと、ピントをね、固定してしまうためですね。ここに合わせればピントが合うっていう位置を決めとくわけです。で、ここにグラスをつけて、ここに液体を入れて、こう傾けてバーンと落としたと同時にストロボが発光して撮れるということですが、前回とどこが違うかと言いますと、背景が違います。今回は背景まで映るんで、ちょっと黒いビニールの板ですね。これ引いております。はい、背景引いております。こう、映し方としてはこういうふうな撮り方をしますので、こういうふうな撮り方をしますので、背景が暗い方がいいです。はい、このレンズに変えました。 300mm です。70から300、これで撮っていきたいと思います。ストロボ、シャッター速度はストロボの同調速度、250分の1、このカメラの場合は250分の1ですので、250分の1にしたいと思います。250分の1で、まあ背景をぼかしたいんで、絞りは開けたっていいかもしれませんね。補正は0ですね。はい、これでやっていいと。今回も連写です。ストロボが連写するものがいいかと思います。今回もガイドナンバーは24やったかな、24でいいと思います。で、このスポットコーンにしてますので、ちょうど グラスのところにストロボが光るようにセッティングしておきます。ではやってみたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。わかりましたかね。はい、もう一回いきます。こう持ち上げたと同時に、離したと同時にシャッターが切ります。こういった感じです。はい、いかがでしたでしょうか。このように撮ってみました。では出来上がった写真をご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんもやってみてください。
じゃあまたお会いしましょう。さよなら。